はい、こんにちは、タカです。もうね、早速買っちゃいました。ペンテルのスーパーマルチ8、スーパーマルチ8、これね、これマルチ8、マルチ8は色鉛筆8色のやつね。色鉛筆8色で、このスーパーマルチ8っていうのはボールペン3色鉛筆ボールペン3色鉛筆赤、あとはコピーに映らないやつと蛍光2色ピンクと黄色、の8色で、まあ、色鉛筆を買ったんだけどね、このマルチ8、マルチ8買ったんだけど、こっちの方がボールペンのタイプの方が、まあ僕にとっては実用的なのかもって結構思ったわけですよ。で、まあこのボールペンがね、ボールポイントリフィルボールペン、赤黒青、これがどのぐらい書き心地がいいのかっていうのもあるんだけどね、結構8色の色鉛筆よりもこっちの方がまあ使い勝手はいいのかな、仕事的にはっていうところでね、見てみたいと思います。はい、ということでね、これマルチ8ね、多分もう見た目はねほとんど変わんないよね。もうちょっと開けやすかった、これもねマルチ8と同じ、替え芯がついてて、色鉛筆の方は2本ずつついてたけどね、ボールペンも2本ついてんのかな、2本ついてたら結構すごいよね。1本か、ボールペンは1本だった、なんとなくそんな気はしましたけど、で、はい、スーパーマルチ8とマルチ8、ブラックレッドブルー、これがボールペンだね、ボールペンと、ノンコピー PPC ノンコピーと蛍光のピンクイエローでレッド、これが HB か B か 2B が良かった、まあまあまあ、これが鉛筆で、ボールペンです。ボールペン、あ、ボールペンはちゃんといいとこで止まるようになってるんだ。これ今見えてないけどね、ちゃんと出てる。押して離したら、いやちょっと待って、今失敗、ちゃんとまっすぐ下ろさないとダメだね。押して、あれ、まあいいや、はい、
まあ普通に書きやすいね。油性ボールペン、油性ボールペンです。これ値段がね、ちょっと待ってよ、2127円、あの返信セットのやつがね、多分これ返信セットじゃなくて、普通の返信なしのバージョンも売ってると思うんですけど、もうちょっと安いんですよね。返信なしだとスーパーマルチ8、返信なしだと1754円で売ってますね。いやでもそれだったら返信付きの方がいいよね。うん、いいと思うな。はい、まあ、赤も普通に書きやすい。ブルー、うん、ブルーもね、まあ全然普通に。で、まあ PPC ノンコピーはいいとして、蛍光ピンク、あそう、色鉛筆とかはこうだんだんね芯が削れてくるから、なくなってくるから、ちょっとねどのぐらい出すか調整しなきゃいけないけど、あうん、まあ、僕はあんまり蛍光使わないんだけどね。でもちょっとライン引くのにはね、いいのかな、いいのかなって思ったりなんか。ああ。うん。ああ、でもあんまり僕は蛍光使わないかも。蛍光見るとね、結構僕は目がクラクラしちゃうんですよ。なんか強すぎるのかな。でこれ赤、色鉛筆、うん、という感じ。あーなるほどね。ちょっとサイズ的にはもう全然変わらないんで、ちょっとこの書いてある文字とか中身の違いだけですね。うん、はい、ということで感想、マルチ8じゃなくてスーパーマルチ8。まあ勉強とかで使うんだと僕こっちの色鉛筆ありかなって思いますけどね。仕事で使うんだったらスーパーマルチ8だなっていう、まあちょっとしか今試し書きしかしてないけど、そういう感じかなってもう、うん、思います。はい、結局、2種類ね、すぐ買っちゃいましたね。はい、楽しい楽しい、うん、このサイズでね1本ちょっと入れとけば、うん、かなり役に立つと思います。スーパーマルチ8ね、仕事で使うなら多分こっちでも、まあどうせだったら2本持ち歩いて色塗りとかね、なんかそういうのにも使えるし、いいと思います。うん、うん、両方持ち歩こう、両方持ち歩いていいと思います。